はい、それでは、物理学の第4回目ですね、力学の応用という内容なんですけど、まあ、復習も兼ねつつですね、ここまでの知識を使って、まあ、力学でね、話しきれなかったようなね、ことをいろいろ話していこうかなと思うんですけど、まあ、ここでね、ちょっとお話ししたいなと思うのは、まあ、日常とか、によくある物事をちゃんと物理学的に、現象をね、説明できますかっていうことですね。こんなことを考えてみたいんですけど、まあ、電車があって、その中でボールを投げるっていうね、問題を今からやってみようかなと思います。はい、電車がありますと。こんな感じかな。それでね、中に、まあ、人が乗っていて、ボールを投げますと。まあですね、真上に、この人はね、投げるつもりです。ボールをね、ポンと真上に上げました。で、こうすると、まあ、電車が走っていてもですね、後ろにボールがすっ飛んでいくってことはないですね。ボールは確かに上に上げたんだけど、また手元に戻ってくるわけです。で、これ、なぜですかっていうね、質問に対して皆さん答えることはできますか？でね、これの答えなんですけれども、ボールはね、真上に上げた、投げたわけだから、上方向のね、速度を持ってるだけのように思われるけれども、これ電車の中に乗ってる人はですね、全員、右向きに電車と同じ速さを持ってるわけですね。例えばこの電車の速さを V0 としましょう。するとですね、投げる人も同じ速度を持っているし、ボールも当然、同じ速度を持ってるわけです。だから上方向に、例えば、まあ、ラージ V0 にしようかな。で、投げたとして、ラージ V0 でね、そのまま、上に上がっていくと、人とかね、電車はそのままこの画面上の右方向に進んでいっちゃうわけだから、ボールはね、後ろにすっ飛んでいくようにね、見えるはずなんです。ボールを投げた人から見れば。でもそんなことにはならない。なんでかっていうと、ボールも電車と同じ速さを持ってるからです。そうすると、これ V0 ちょっと、短いので、ベクトルの足し算が初速度になります。こういう初速度を持っていることになるね。これがボールの初速度ですよと。はい。それでね、このボール、右方向には、特に力を受けてないです。だから、等速直線運動を右方向に関してはします。ね、全部等速直線運動です。ね、しますね。対して、縦方向なんですけど、縦方向にね、こう、ボールを見てやると、まあ、この辺にね、そのうち来るとして、ここ、ね、代表でここに絵描いてやるとですね、重力がですね、下方向に働いているのが、まあ、皆さんわかるかなと思います。重力ですね。まあ、大きさは mg です。で、重力が働くっていうことは、この縦方向、鉛直方向の運動っていうのは、等加速度運動になります。等加速度運動するときには、まあ、放物線といって、まあ、二次曲線でね、書けるようなグラフが位置と時間の関係で出てくるんでしたから、等速直線運動、横方向に等速直線運動しながら縦方向に等加速度運動するっていう、そのグラフを書いてやると、まあ、軌跡かな、軌道を書いてやると、こういうね、軌道になります。で、これ、一番ね、右に来たときっていうんですかね、投げ上げてから手元にボールが戻ってきた時までを書いてるんですけど、手元にね、戻ってきた時のボールの速度は、横方向は速度変わらないので、V0。で、縦方向は下向きにですね、最初と同じ速さ、V0 で合わせると、ボールの初速度と水平方向は同じで、縦方向だけプラスマイナスが逆転しているような速度ベクトルで書けますよと。いいね。こういうふうな仕組みになってるわけですね。だから外から見た人がいたとしたら、電車の外からこう見ると、ボールはこういうふうな黒い線で描いたような、こういう軌道を描いてるよっていうふうに見えるはずです。一方で、でもね、中に乗ってる、電車の中に乗ってる人からするとね、どういうふうに見えるかっていうと、別に自分が動いてるっていう認識はないんですよね。まあ、認識はあるかもしれないけど、さすがに電車に乗ってて自分は止まってるかどうかわかんないっていう人いないと思うんだけど、まあ、走る、その縦
水平方向か。水平方向に走ってることによる、そのなんか力みたいなものは働かないので、感じることはできないですよね。はい。この人からしたらですね、電車の中では上にボールを投げましたっていうね、ただそれだけなんですよね。で、この時ボールはどういう挙動をするかというと、こうですよね。速度、まあ、等速直線運動をしているものの中にいるとき、我々はその速度っていうものを感じることはできません。だから、ボールが上に上がって、また手元に戻ってきたんだって、こういうふうにね、観測されちゃうわけです。で、これって、なんかもっといろんなところでこういう現象起きてそうですよね。つまりですね、我々は実は止まってると、自分は静止してると思っていても、実はものすごく速いスピードで動いてる可能性だってあるわけです。ただ、それがですね、等速直線運動とかね、まあ、速度の変わらない運動だとすると、我々はそれを感じることがね、できないんですね。で、まあ、それでね、よく例で出てくるのは、例えば地球とか太陽系っていうのは、すごいスピードで動いてるんですよね、実はね。でも、我々それを感じないですね。例えば地球って太陽の周りをすごい速さで公転してるわけです。ただね、これ公転してるっていうのは円運動なんですけれども、だから等速直線運動じゃないんだけど、まあ、地球がね、太陽の周りを回るときの、その円のね、大きさってすごく大きいから、ほぼ直線なんだね。ほぼ直線に感じられちゃって、で、速度はそんなに変わらないので、その地球が太陽の周りを回るときに感じている、太陽の周りを回るときに感じている加速度っていうものはほとんど、影響してこないんですね。なので、まあ、等速直線運動をしてると、ほぼね、見なせるわけです。そうするとですね、我々は地球が太陽の周りを、動いてるんだなっていう、その力を感じることはできないし、地球がね、回転してるっていうのも、まあ、同じような理由でほぼ感じることができないです。で、なんで天体の周りをぐるぐるこう、なんだろうな、物体が動くのかみたいなね、話をちょっとしたいんですけど、次は重力のね、話をしてみようかなと思います。余談なんですけど、ニュートンって、リンゴが落ちるのを見て、重力が働いたんだっていうふうに発見したって言われてますよね。まあ、それは皆さんも知ってると思います。ニュートンが、あ、リンゴが落ちた。そうか、重力があるんだって発見したっていう。でも、ニュートンの、ニュートン以前のね、人類は、じゃあ重力って知らなかったのかっていうと、そんなわけないですよね。ニュートン以前の人たちも、当然重力っていうものがあるっていうのは知ってたわけです。じゃあ、ニュートンが改めて、この、あ、重力ってこういうものだって何か言った時にね、みんなが、あ、それはすごいって思ったのは、何だったのかっていうのをね、話そうと思うんですけど、ニュートンがね、発見した重力っていうのは、単に物が地球に向けて落ちるっていう、その現象だけを指しているんではないんです。もっと、相対的な話で、つまりこうですね、まあ、地球を描こうかな。地球があって、リンゴがあって、リンゴが、はい、リンゴが地球に落ちるっていうね、こういう現象があるんですけど、これと逆にですね、地球がリンゴに落ちるってね、いうのと区別つかないよね、とまあこう言ったわけですよ。リンゴがね、地球に落ちるっていうのは今までみんなに言ってたんです。でもね、地球がその時リンゴに落ちてるっていう現象と何か区別できますか？できないですよね。これがですね、まあニュートンの発見のもっと大事なポイントかなと思います。今、リンゴがね、地球に落ちる時に働いている力っていうのは、重力 mg です。mg の力が働いてます。これがね、重力ですね。リンゴの質量は m だったわけです。で、この時ですね、作用反作用の法則によって、地球もですね、リンゴから同じ大きさの力を受けます。mg です。ね、で、地球の質量ってラージ m なんですよ。さて、これはね、不思議な式になっちゃいましたね。リンゴがですね、地球から受ける、重力の大きさは、自分のリンゴの質量に g をかけたものって書けるんですけど、地球の方から書いたらですね、まあ、地球の質量は明らかにリンゴと違う、質量を持ってるはずですね。多分大きいんですよ。ラージ m とか書きますけども。だから、ラージ M で書かれるような式が出てきてもおかしくないんですけれども、でも作用反作用の法則があるから、リンゴに左右する重力と同じ大きさが働いてるはずです。なので、スモール mg っていう重力としてしか今のところ書けないですね。で、これをですね、ラージ M の形に直したいと思います。ラージ M と書いてあるね。何が違うんでしょうか？多分ねというか、まあ、この重力加速度 g っていうのは、地球の重力加速度なんですね。だから、ラージ M の後に出てくる G っていうので、リンゴの重力加速度を考えてあげたらいいよね。G' は、リンゴの重力加速度ですよと。G' がいくらかね、求めてやりたければ、こう書いてあげればいい。このね、式を展開してあげればよくって、G' は、ラージ M 分のスモール m、G と、こうなりますから、まあ、
地球の重力に対してリンゴが持っている、重力っていうのは、地球の質量分のリンゴの質量ってなりますね。多分これめちゃくちゃ、小さい値ですね。分母側のラージ M はすごく大きな値で、分子側のスモール M はすごく小さな値になるので、だからリンゴが持っている重力加速度 G' っていうのはすごく小さくなるよっていうことがわかります。だからね、ほぼ我々から見たら地球はほとんど動かないはずですね。すごく小さな、値になってるはずです。運動方程式を書いて確かめてみましょう。リンゴの運動方程式は M、そうだな、この地球とリンゴの距離を、中心と中心を結んだ線を、どうしようかな、X とこうか、縦方向にしちゃってちょっと申し訳ないけど、なので、リンゴの移動距離を X とね、こう置いてあげようか。MX2 は MG と。こういうふうにね、リンゴの運動方程式が書けるわけです。一方、地球はというと、こいつの移動距離は、今度は Y 取ってあげようかな。Large MY2 は、同じ MG なんだけど、これは、ラージ MG' で、という風に書いてやることができますよと。でね、リンゴの移動距離 X2 は G で書けるから、X は GT で、移動距離は2分の 1GT 二乗と。こういう風に書けるんだね。1秒後、どのぐらい進んでるかっていうと、まあ、G が10なので、約ね、10メーター毎秒毎秒なので、1秒後は、5メーター進むのかな。5メーター落ちるわけですね。一方、地球の方は、Y2 ドットは、G ダッシュと書けるので、これは、Y ドットは、G ダッシュ T、Y は、2分の 1G ダッシュ T 二乗です。G ダッシュいくらぐらいなのかな？地球の質量を調べてみたらいいかもしれないね。Google で今パッと検索したら、地球の質量は 5.972×10⁴ キログラム らしい。メモっとこう。M は 5.972×10⁴キログラムと。100g、リンゴ 100g としたら、まあ、0.1キロ。リンゴってどんなもんなんだろうね、重さ。あんまり考えたことなかったけど。リンゴ。だいたい 300g ぐらいか。295。100g だと軽すぎる。1個 300g ぐらい。平均は 250g らしい。0.3 キロかな。まあ 5.972 ってちょっと面倒だから 6×10⁴キログラム にしよう。で、ここから分かることは G' っていうのはラージ M 分のスモール MG なので 0.3 と 6×10⁴ と10っていうのが出てきて2分の 1×10⁴。まあ、0.5 かな。じゃ5として10⁻²。これメーター毎秒毎秒。なので、この数字ね、代入してやると、リンゴは1秒間に5メーター落下するんですね。1秒で5メーター落下って書いておくか。に対して、地球は 2.5×10⁻²メーター。2.5×10⁻²メーターってめちゃくちゃ小さいですよね。ミリメーターで表すとしても、2.5×10⁻²メーターは、10⁻²⁰ミリメーターだし、マイクロっていうね、単位があるんですけど、それを使っても、2.5×10⁻²マイクロメーターぐらいしか、リンゴの方に向けてね、落下しないんですね。つまり地球はほとんど動かないです。まあ、動かないと思ってみても、もらってもいいぐらいの距離しか移動しないです。でもその間リンゴはね、5メーターぐらい落下するわけだから。まあ、そういう意味でリンゴが地球に落下してるっていうのは正しいんだけれども、でもやっぱり、地球がね、リンゴに向けて、なんかこう、落下していくよっていうふうに、見てもらうのでもいいわけだね。遠心力っていうね、ものの話をしたいなと思います。今、こういうふうに、ビルが立ってると考えますね。で、地震でこれが揺れますと。ね、したときに、まあこれ横方向にね、ビルって揺れるわけですよね。こういうふうに。ね、揺れるわけですよ。で、これをちょっとモデル化するにあたって、まあすごく単純化した、見方なんですけど、こういうふうに質点があって、これがビルの重さをラージ M としたらラージ M にしておきましょう。で、横方向のね、こういうバネがついてるんだって、こういうふうに考えてやります。でですね、今、
地球のですね、まあ、地震のこの地盤がね、こう揺れてる、その外側にね、人がいるとしましょう。あそこ揺れてるなーって見てるっていう。わあ、あそこ揺れてるって、こう揺れてないところ、地球の揺れてないね、地震がまだ発生してないところから、地震がね、起こってるところの地面を見てるとします。でね、この、地面が揺れるっていうのは、この外にいる人から見て、地面がね、こうやって横方向に動くっていうことですね。で、これをどうしようかな。まあ、Z と置きますか。で、こう時間によってね、変わるので、この Z の値っていうのは、こういう感じで、こうね、変わるので、時刻の関数になってます。これが地震動です。これ地面。ね、で、ビルが、どれぐらい揺れたかっていうのは、X で表すことにしましょう。ね。これも時間の関数になっていて、運動方程式を立ててやると、運動方程式を立ててやりたいんですけど、この、XT っていうのはですね、この地面のこの点々をね、引いた線、このライン上から見た時の、ずれ量になります。つまり、ビルの足元部分ですね、と上の部分の変位の差ですね。と、こういうふうに考えます。で、今、地震で右方向に Z だけ地面が動くわけです。まあ、大きく動いた雰囲気のね、感じにしましょう。こういうふうに地面がね、動いたとしましょう。ここまで、バネを動くわけです。で、さらにですよ、これ、M は右にグイーンとこうずれたとしましょう。つまり、もともと M ってここにあったんだけど、さらにですね、右方向へ。つまり、これが、この時間の X なわけですが、X、こうやって動きましたよと。バネがね、ビヨンとこう伸びてるわけですよ。右にこう、ね、移動しちゃってるわけです。この時のですね、この、ビル M のですね、変位はいくらかっていうと、Z と X を合わせた分だけ移動していますね。だから、M の変位は、X プラス Z と、外からね、見てる人には見えるわけです。今ね、ずっと我々はね、この外の地面が動いてないところにいる人から見た、運動方程式っていうのを考えようとしてます。だからこんな感じになりますね。で、この時、じゃあ、速度と加速度はどうなりますかと。当然、1回微分ずつしてやればいいので、2ドットと付きます。で、運動方程式作ってやりましょう。運動方程式の F イコール MA のですね、MA に相当する部分、M はラージ M です。で、A は X2 ドットプラス Z2 ドットになります。さて、あとは F の部分なんですけど、F はバネが元に戻ろうとする力が働いてるはずですね。こっち方向にね。でもバネの釣り合いの位置っていうのは今赤点で線を引いたところからなんだから、伸びは X です。バネの伸びは X。なので、マイナス KX っていう力が復元力になります。この大きさは KX で、全部ね、右に行くときプラスで書いてるのに、復元力、弾性力は左向きの力になってるから、マイナス KX です。これが、接点 M ですね。こいつにかかっている力です。こいつね、こいつにかかっている力になるので、運動方程式はこういうふうに書けますよっていうことですね。さてでね、ここまでは、まあ、その、普通のね、今までの運動方程式書くときに、ちょっとこう、なんていうのかな、変異の部分を、なんかちょっと違った書き方をしましたよっていうだけで、今まで勉強してきたこととあんまり変わらないです。でも、今ですね、想定していた問題っていうのはちょっと変ですね。地震を全く受けない場所にいる人が、地震を受けているものを観測するっていう、そういう、問題設定になってるんです。でも、実は地震が起こった時って、通人ってビルの中にいたりして感じるわけですよね。そこで今の問題をですね、地面があって、ビルがあって、こうあった時に観測者がビルの上にね、いるっていう、そういう場合を考えます。ビルの上にいる人はですね、自分が、まあ、最初にいたのはここだっていうのは知ってるわけです。で、そこからどれぐらい動いたかっていうのだけを見るわけですね。つまり、X だけ見てるっていう、イメージです。
そうするとですね、どんな力が働いてますかって言われたら、マイナス KX っていうね、そういう力が働いてるっていうのは感じるわけですね。ビルに KX の力が働いてますよっていうね、弾性力が見えるんです。でもそれとは別に、Z の部分はどういうふうに見えるかっていうと、なんかよくわかんないけど、吹き飛ばされたっていうふうに感じるわけですよ。つまり、もう一つ、ビルは、ここに書くと、勘違いしそうなんで、ビルはですね、もう一つ、こういう感じで、MZ2 ドットのですね、力を受けてるように見えますよと。つまりですね、運動方程式で書くと、MX2 ドットですよと。ね。これが座標の基準なわけですから。基準っていうのは、X イコール0のところをずっと見てるわけですね。地面動いてるんですよ。地面は地面ですと。変わりませんよって見てて、地面ここだけ見てもですね、Z でこう動いてるみたいなのは見えないわけですね。どれぐらい動いてるかっていうのは、わかんないわけですよ。だから観測できるのは X だけです。ビルがね、傾くとかもう揺れるってなれば、ビルが動いてるのはわかるので、じゃあ、その部分だけ、計測して、運動方程式を書きなさいって言ったらですね、加速度は X2 ドットだと。だ変異が X で、その時速度は X ドットだし、加速度は X2 ドットだよっていう風に見ちゃうはずなんですよ。ね。まあ計測ミスなんですけど、でもしょうがないですよね。だって地面がどれぐらい動いたかなんて、なかなかそんな風に、見てやるのは大変ですから。で、こういう風に書くと、運動方程式はですね、でも上と一緒じゃなきゃいけないので、こういう風に書きますね。このように書いてあげれば、同じです。でね、この時、もともと慣性項だったものが、こう力になっていると。慣性項が力に変わる。これをですね、遠心力とか、まあ遠心力じゃないか、この場合は。遠心力は特殊な場合な、慣性力にしとこう。慣性力と言います。我々地震を受けた時はですね、体がこう揺さぶられる、つまり何か力を受けているように感じますね。この上にいる人もですね、質量を M とすると、こうビルのね、上にこう乗ってる人がいて、質量が M だとすると、ビルと同様に、地面がね、Z だけ動いたときに、スモール m、Z2 ドットっていう慣性力を受けて、地面が動いてる方向と反対の、まあ動いてる方向というか、加速度を持ってる方向と反対の方向にね、吹き飛ばされるような感覚を受けるわけです。ね、地面がわーってグラグラって揺れたとき、地面が動いてるように見えないわけです。わかるかな？自分の足元の地面がなんかこう移動してるんじゃなくて、自分がなんかいろんな力を受けて振り回されているっていう風に感じるわけですね。で、これをですね、慣性力って言うんですけど、これは実際には地面が動いてるから、で、加速度運動してるから感じる力っていうことですね。なのでね、慣性力とか、あと慣性力の一種で遠心力ってあるんだけど、遠心力とかっていうのは、存在しない力なんてね、言われることもあります。でも存在しない力ってどういう意味なんだろうなってわかんなくなったら、いや、まあ存在しないわけじゃなくって、運動方程式書くときにね、慣性項側で書くか、力として書くかの違いがあるものっていうふうに、まあ見てもらったらいいんじゃないかなと思います。遠心力の話ね、ちょっとしてみようかな。スペースシャトルの中でさ、宇宙飛行士とかがさ、宇宙に来ました、無重力ですって言ってるじゃないですか。ね。地球があって、スペースシャトルがあったら、今、この中にいる宇宙飛行士は、無重力ですってこう、ね、宇宙に来たんで無重力になりましたって言うんだよね。宇宙って無重力なんだって思ってみるわけだけど、でも、よく考えたらですよ、この遥かに離れた場所に月っていう天体があってですね、月ってなんで地球の周りを、うろうろしてるというか、回転してるかっていうと、地球の重力に引っ張られているわけですよね。まあ、そりゃそうだ。ってことは、スペースシャトルにだって重力は働いてるはずです。スペースシャトルの質量を M としたら、重力の大きさは mg なはずです。じゃあ無重力じゃないじゃん。重力は働いてるじゃんってなるんだけど、でも、スペースシャトルの中に乗ってる人たちは、あたかも重力が働いてないかのように、ふわふわと浮いてますよね。あれってなんでなんでしょう？そしてなんでスペースシャトルは落ちてこないんでしょうか？これをね、考えてみたいと思います。まあ答えを言うとですね、重力は働いてるんだけど、それと同じ大きさの慣性力、まあ遠心力って言うんですけれども、特にね、この場合は遠心力が働いてるからなんですね。
スペースシャトルがまず落ちてこない理由なんですが、重力が働けば、もちろんこのスペースシャトルは地球の方向に向かって落ちます。でも、地球との円の接線方向にですね、ものすごく速いスピードで移動してるんです。これね。まあ、速度 V0 としましょう。青色にしようかな。速度青色になんかしたい気分なので。するとですね、重力 mg によって生じた加速度との分だけ落下するんだけど、つまり落下するっていうのはここね、ここにこう落ちていくんですけど、でも上方向にもすっ飛んでるから、次はね、ここに来るわけですよ。でですね、この時地球の中心からの距離を見てやると、最初の距離に対してその後の距離が変わらないよっていう。つまり、落下はしてるんです。落下はしてるんだけど、水平方向、地球の、球面に対して接線方向ですね、にものすごく速いスピードを持っているから、それを重ね合わせて次の時間にどこにいますかっていうのを出してやると、確かに落下もしてるんだけど、高度が変わらない場所に行くっていう。で、これをずっと繰り返したらですね、この地球の周りをぐるぐると回るっていうことができるようになるわけですね。まあ、こういう風な、あれですね、イメージです。で、まあ、月邪魔だから消しとくか。つまり、ずっと無限に、自由落下をしている状態なんですね。で、自由落下で、なんか、遊園地のアトラクションとかで、フリーフォールっていうのがあるんですけど、フリーフォールっていうのはどういう、アトラクションかっていうと、好きな人はね、大好きだと思いますけどね。で、こういうのがあって、今、ここに椅子がこうある。で、ここにですね、人がこう、座らされて、で、ガシャーンって落とされるっていうアトラクションですね。大丈夫です。これ最後ね、こう、シューンってこう、行くんで、安全なんですけど、この、ヒュンってこう、落ちてる時ですね。この時はですね、下向きに、椅子の部分が、質量 M としましょうか。で、ラージ M にしようかな。ラージ M で、人が、質量 M にしましょう。それぞれね、どんな重力が働いているか考えてみますね。この椅子には、下向きに、mg の力が働いていて、私ですね、落ちていく人は mg の力が働いています。で、この椅子に座ってる時って、ここ、椅子の、位置からどのぐらい自分の、ね、距離があるのかっていうのを、これを基準にね、x とこういうふうに、見ちゃうんですね。そうするとですね、距離はずっと変わらないんですね。なんでかっていうと、運動方程式書いてやると、f イコール ma の式は ma イコール mg で、ma イコール mg で、要は加速度 g で、g で自由落下するっていう、ただそれだけですよね。で、椅子も自分も同じスピードで落ちるわけです。それとですね、相対距離はゼロになります。ところで、この椅子がですね、どれぐらい移動したかを表す、z とこうしましょうか。こうすると、a っていうのは、a っていうのは、こっちの椅子からしたら A は Z2 ドットですよね。に対して自分からしたらですね、A は、X を下向きにしようかな。まあ上向き X でいいか。とすると Z 進んで、Z を下に落ちて X 上に上がる。だから、移動距離は、変位は Z-X ってかけて、だから A は Z2 ドット -X2 ドットとかね。なんかこんな風になるのかな。で、これ代入してやると、mz2 ドット引く x2 ドットは mg とこうなっていて、まあ、mx2 ドットは mz2 ドット -g とこうなるのかなっていうのがですね、フリーフォールを楽しんでいる時の皆さんの運動方程式ということになります。ところがこの z2 ドットってこの、椅子のね方の式を見てやると、 z2 ドットはこれは ma イコール mg のこと、この式に代入してやると、これイコール G なので、これイコール0になるんですよね。つまり、自分は何も力を受けてないよっていうふうに、見えるようになるわけです。地球上で何も力を受けてないってなかなかないんですよ。私、例えば今ね、この授業見てくれてる人ですね。私別に何の力も受けてないですけど、とはならないですね。今、落ちない椅子にね、座ってると、フリーフォールの椅子にはなってないですよね。なんかこう。YouTube でこの見てるわけじゃないですか。で、地面は動かないわけです。この時、もちろん皆さんにはですね、mg の力が働いてて、で、床じゃないな、椅子が押し返すっていう力を加えてて、
だから力を受けてないわけではないんですよね。F イコール MA の形に式を書くと、MG、まあ、マイナス MG にするか、プラス R イコール0という形で釣り合ってはいるんですけど、力が働いてないわけではないんですよね。働いてるけど釣り合ってるだけ。に対してですね、このフリーフォールの方はですね、重力っていうものを感じるのと同時に、重力と区別がつかないんですよね、慣性力っていうのは。体全体に働くので。で、これがですね、両方打ち消しあって、あたかもゼロですよっていう、重力を感じないですよっていう状態になるんですね。なので、すごく浮遊感があって楽しいと。こうやったら最初ピタッとくっついてるんですけど、最初ね、この子はですね、お尻がここ、椅子にくっついてます。が、フリーフォール中は、お尻がですね、椅子から浮きます。くっついてないです。なので、すごく浮遊感があって楽しいっていうのがフリーフォールなんですけど。まあね。で、これが無重力の正体ですね。スペースシャトルっていうのは、要はずっと自由落下してるんですよ。ずっと自由落下してるから、重力の影響が、この慣性力によってですね、打ち消されてしまって、慣性力って大丈夫ですかね。さっきちゃんと言わなかった。この、運動方程式こう書いたときに、慣性項にあった、この MZ2 ドットが、右辺側の F の方ですね。F の方に MZ2 ドットが移ってしまって、で、力であるかのように感じられて、で、これが、重力と打ち消し合ってイコールゼロになるっていう。ね。慣性力と打ち消し合って、で、無重力状態になっているっていう。のが、まあ、これがですね、そのスペースシャトル内が無重力になる理由です。はい。さてどう？じゃあ、まあこんな感じでね、慣性力っていうものについて、まあ解説をしたんですけれども、あとね、地球の周りを、ずっとね、自由落下してるのがスペースシャトルなんだよ、みたいな話をしたんですけど、こんな感じでですね、なんだ、地球の周りを回ってるとか、まあこういう、円運動みたいなね、してるっていうような時に、どんな力がね、働いてるのかっていうのをちょっと最後にね、見ておきたいと思います。で、似たような問題として、筒から紐を出して、で、これを、ヒュンヒュンヒュンってこう回転させます。こういう感じですね。円運動してるっていうふうに考えます。これをね、真上から見ようと思う。まあ、紐にね、つけた重りをこう、振り回して、回転させてるっていう状態です。で、この時、これが軌道ね。糸でね、引っ張ってるので、張力、T が重りに、働き続けています。で、今、このですね、物体が等速円運動をしているというふうに考えましょう。似たような言葉でね、等速直線運動っていうのがあったと思うんですけど、今回は直線じゃなくて、等速円運動です。で、速度が、同じではなくて、速さが同じです。接線方向に対して常に速さ V で、走ってます。ただし、これ向きね、どんどん変わっていきます。例えばここに来れば V はこっちになるし、こっちに来れば速度はこういうベクトルになります。ただし、速さ、つまり、速度の大きさですね、は、変わらないでずっと一定ですよと。で、この時ですね、角度をシータとね、こういうふうに置いてやって、横方向を X 座標、縦方向を Y 座標と、こういうふうにね、置いてあげます。時刻 t イコール0の時にですね、ここにいたというふうにしましょう。t イコール0で、x イコール、まあそうだな、半径は r にしとこうか。r にいて、で、それがずっと来て、いくらか時間が経ったら、y が r で、x が0の位置に来て、で、次、x がマイナス r で、y が0のところ。で、y がマイナス r で、x が0みたいなね、場所をこう順にね、移動していくと。いうふうな、運動をね、考えます。で、この時の、シータなんですけど、これを、オメガ t と置きますね。オメガはですね、角速度と言います。つまり、毎秒角度が何度ずつ大きくなるかっていうのを表す、記号。記号っていうのかな、まあ、物理量です。で、この時にですね、x 座、まあ、この、質点ですね、の、X 座標と Y 座標の値がどういうふうに表されるかを考えます。で、これって、三角関数で表されるんですよね。X は R コサインオメガ T とかけて、Y は R サインオメガ T とかけます。角度が θ イコールオメガ T なので、この三角関数でね、使ってやって、コサインっていうのは、こっちからこっちって言った時のね、比率を表しているので、長さは R なんだから、
R かけるコサインオメガ T で、X の値がわかるし、まあ、こいつのね、X の値がわかるし、R かけるサインオメガ T で、今この質点の、Y 方向の値がわかるっていう寸法です。ね。で、これ等速円運動っていうものを考えたときに、こういう式が出てくるっていうだけなんですけど、まあ一応ね、これを速度のね、成分にも直してやりましょう。そうすると、これそれぞれ微分してやったら、マイナス R オメガにしようかな。R オメガサインオメガ T と R オメガコサインオメガ T っていうね、成分が取り出せます。でね、これなんですけど、速度ベクトル V っていうのを考えたときに、X ドット Y ドットになってます。つまり、今ここで書いたこの式って、これね、このベクトルの、X 方向と Y 方向の成分の値を示しています。でね、確かにね、これ、Y 方向は R オメガ、コサイン、オメガ T っぽいし、こっちのね、X 方向に関しては、マイナス R オメガ、サイン、オメガ T っぽい感じになってますよね。まあ、マイナスがついたりしてね、ちゃんと、X とね、反対の方向を向いてるんだっていうのがわかりますよね。これ、右側にあるときは、必ず X 方向は、マイナスになるように、これね、最初動いていくんですよ。で、こっち側に来たときは、このまま来て、こういうふうにね、移動していくんですね。で、こっち側に来たときは、X の値がね、プラスになるんですけど、サインなので、マイナスサインってどんな感じになってるかっていうと、これ360度で、180度出すと、90と270ミリとか、最初ずっとマイナスの方を向いていて、で、この次もずっとマイナスの方を向いていて、こっちね、ここでもずっとマイナスですよね。で、次ここに来ると、プラスに変わる。プラスに変わり、で、こっちでもずっとプラスと。となっていて、まあ確かにそういうふうな、形になってるんだなっていうのは確認できますね。出た。知りたいのは、まあ速度はこれで、計算としては間違ってないんだなっていうのをちょっと確かめるぐらいですね。本当に欲しいのは加速度です。x2.y2. と置くと、マイナス r オメガ次乗をコサインオメガ t。y2. はマイナス r オメガ次乗をサインオメガ t と、こうなりますね。この1個前のね、この式を単に t で微分しただけです。でだ、等速円運動っていうのは、こういう式で表される運動のことを等速円運動と言いますよっていうだけで、今等速円運動してますって問題で与えられたら、この式までね、全部自動で書いていいわけです。で、ここまで書けると何が嬉しいかっていうと、加速度が分かると運動方程式が書けるんですね。つまり、f イコール ma っていうこの形のですね、あ、で、これ、ベクトル形式で書いておこうか、ちゃんとね、ベクトル形式で書いたときの、右辺側ですね。ここに代入できるんですよね。で、F っていうのは何かっていうと、これは、張力です。T ですね。ただし、張力 T っていうのは、これ T は大きさを表していて、ベクトルで表すなら、ベクトル T と書かなきゃいけないですね。これをそれぞれ代入してやると、T は、マイナス MR オメガ次乗、コサインオメガ T、サインオメガ T っていう、ベクトルで表されますよっていうね。まあ、こういう式が導き出せるわけです。で、代入したときね。で、この式、よく見るとですね、R かけるコサインオメガ T、R かけるサインオメガ T っていう部分があるんですね。こいつを取り出してやると、これって、R コサインオメガ T っていうのは、一番最初に書いたこれですね。X イコール R コサインオメガ T になってるし、R サインオメガ T っていうのは、y イコール r サインオメガ t ですね。の部分になってるから、ここ x と y になるんですね。というのがですね、この等速円運動の特徴です。ね。と、こういうふうに書けますよ。なので、張力 t の大きさはっていうとですね、これ、まあ、x とか y っていうのは、これは位置を表す、ベクトルなんですね。ちょっともう一回書き直すか。この結論が言ってるのはですね、こう円があって、で、質点がありますよと。で、等速円運動をしてます。ね、してるとすると、位置を表すベクトル。こう位置ベクトルですね。まあ、R とかって書いたりしますけど、まあ、要は X、Y。ここが X で、こうやって等速円運動をしてるときは、力がね、こういう力が働いていて、まあ、T と書くと、T の大きさは、マイナス m オメガ次乗 r ベクトルになってますよと。ここでね、マイナスがついてるんですね。この式には、
マイナスがついていて、だから1ベクトルと向きが逆になっていて、大きさが m オメガ二乗倍になってますと、こういう形になるんですね。これ常に1のベクトルと違う場所に来るわけです。例えば逆方向を向いて形は一緒ですね、なります。例えばここまで来たとしましょう。すると r ベクトルっていうのはこういう形になるから、 t ベクトルっていうのはこうなりますよという形で、常にですね中心を向いている形になります。そこでこれをですね、向心力と言ったりしますね。はい。で、向心力が働いているときですね、等速円運動を必ずするってわけじゃないんですけれども、等速円運動をしているときは必ず向心力が働いています。今ね、等速円運動にならない向心力ってどういうことかっていうと、まあ、中心の方向を向いててもね、その大きさがこの m オメガ二乗 r、まあ、1に、1ベクトルのマイナス m オメガ二乗倍になってなければね、ここからちょっとずれてきます。で、まあ、等速円運動じゃなくなって、まあ、もっと違うね、運動になったりするんですが、少なくとも等速円運動してるときは、向心力が働いてると言えます。のでね、例えば、紐にくくった重りをくるくるくるって回してね、円運動させてるときは、そのときに働いてる力、どんな力がありますかっていうと、その運動の状態から、必ず向心力が働いてるって言っていいってことです。なんか、なんかそれの、なんか大事なんですかっていう、印象を持つ人もいるかもしれないんですけれども、回転運動している時のその物体に働いている力が常に中心を向いているっていうことがね、わかるっていうのは、まあ、それだけでね、いろんなことがわかるってことですね。こんなところかな。よし、じゃあまあ、今回はね、こんな形にしておきましょう。まあ、ちょっとね、扱った内容は、力学の少しね、概念的なところもあって難しかったかもしれないなと思うんですけど、ここぐらいまでのね、内容がね、分かればね、だいぶ、大したもんですというか、結構、話がね、分かった状態と言えると思うので、まあ、ぜひね、この部分の内容についても、説明がね、できるようにしておいてください。それでは今日のところはこれで終わりにしたいと思います。